初金。おはようございます。サムライ TV のお時間です。実は、今日名古屋にいないんです。今日はね、ちょっと待ってね。どこにいるんだ？ここは、鳥羽市。鳥羽市っていうところにいます。名古屋、ここ。で、鳥羽市はここ。だから、くるーって車で来た感じです。本当に変な話、泳いだ方が早いかもしれないんですけど、こうドライブで来ました。1年半ぐらい前に K さんっていう人となんかスポットの話してたんですよね。こういうとこにすごいスポットあるよみたいになってたんですよ。でそのスポットがここからね30分ぐらいのところにあって、そのスポットがパーキングになってるらしいんですよ。でそのパーキングのところになんかボールがあるらしいんです。なのでそこをちょっとスクスクしていきたいと思います。レッツスクスクで見て、景色めっちゃ綺麗なんで、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。せっかくなので、かなちゃんちょっと外行ってくるよ。バイバイ。ここら辺にあるそうなんですけど、どこにあるんだろう。ここだ。着きました。スケートボードも OK。 履いてっていいよね。うん。ってことで、ひらほ駐車場になんかボールがあるそうなので来ちゃいました。はい、1000円でなんか1日乗れるんで、ちょっと来てください。行こう。おお、やばっ。カルちゃん見て。すごいね。なんか思ったより急だったよ。ほら、すごいね。とりあえずね、まあ、ボールっぽい遊びを、まあ、ちょっとカービングさせてください。はい、ということで、ここでちょっとなんか技できるかやってみたいなって思うんで。フラットに飛ぶ、ちょっと技でやっていきましょう。こっち僕まだ触ってないじゃん。コンクリート置いてあるんで、技やっていきましょう。よー、ボックスやって終わろっか。あ、ボックス行きましょう。このパークで触れ合いあって帰りたいだ。今探してたんですけど、一番急なとこが多分ここ、ひびが入ってるらへん、うん、ここらへんから引っ張る、うん、かこのヒップでやる。でもなんか思ったのが、狙ってる場所はここ。おあ、絶対いけるよ。いける、そこならいける、いける、いけるし、なんかやらないと帰れない。バシッと綺麗に決めて終わろうかなと思います。おー、ナイス。満足。これでもう、あの、もう帰れますよ。もうこれで満足です。